連日、森友学園関連の報道ばかり続いていましたが、今日の朝刊の一面を見る限り、産経と朝日を見ただけですが、少しだけ一段落ついたような感じです。しかしながら、まだまだ大きくと思われるこの森友問題、どのような形で幕引きすることになるのか、民進党辻元議員の関与の疑いもあって、着地点の予想が見えてきませんが、そもそもこの問題の本質は一体どこにあるのでしょうか。今は100万円寄付問題がクローズアップされていますが、一番焦点を当てないといけないのは、国有地が格安で売却されていた問題だと思います。ただ、今回の問題は、国有地が格安で売却されたのではなく、もともと国有地は安く、しかしながら、地域住民の利益を考えると、高いと見せかける必要があったのではないかという説があるようです。土地問題は、専門性が高いため、そこのところを、この問題に関わっている人は全員知らないのではないか、とのことだそうです。その部分を指摘しているのが、ジャーナリストの須田慎一郎氏。以下は、3月24日の虎ノ門ニュースで述べられていたことですが、私も聞いていて、なるほどと考えてしまいました。この須田氏の説は、3月25日付のビジネスジャーナルにも、森友、籠池氏、財務省と大阪府にはめられた可能性、崩れる国有地払い下げ説、とのタイトルで、詳細が掲載されていましたので、そちらの方も参考にしながら、以下に簡単に説明してみたいと思います。須田氏の発言部分は、虎ノ門ニュースとほぼ同じでしたので、ビジネスジャーナルから引用させていただきます。ビジネスジャーナルの記事は、動画解説欄にリンクを貼っておきますので、よろしければそちらをご覧ください。先日24日の虎ノ門ニュースで須田氏は、先日の籠池氏の証人喚問を見た感想から語っていましたが、籠池氏は肝心なことについて何も理解していないのではないか。そもそも土地の鑑定評価額9億5600万円に妥当性はあるのか。その算定根拠についてはほとんど報道されていません。すぐ近くに名神高速が通っていますが、その向こう側に住宅地があり、その宅地評価額をベースに算定したものです。小学校用地はかなり広いのですが、そこに狭い土地を前提とする宅地価格を当てはめて計算するのは不動産取引上ありえません。だから、実際はかなり安くなるはずです。問題の小学校の土地は、伊丹空港の騒音問題があり、頭上が航空機の航路になっているとのこと。また、そのために、建物の高さ制限があり、マンションの建築などもできず、非常に開発しづらい土地だったとのこと。だから、宅地価格を当てはめたのは理不尽ということになりますし、逆に言えば、9億5600万円は不当に高いことにもなるそうです。例えば、道路を隔ててすぐ隣の国有地9492平方メートルが、豊中市に14億2300万円で売却されたと報道されていますが、実際に豊中市が支払ったのはたった2000万円ほどなんだそうです。だから須田氏は、土地の評価額を高く設定するのは仕方ないとしても、ああいう使いづらい土地は補助金や何らかの名目で価格を下げるための調整をするわけです。森友の場合、補助金に当たるのが、ゴミの撤去費用8億1900万円だったと考えられます。この金額は、7メートル除去する前提の費用だそうです。と述べていました。また、番組内では、高い値段で設定した理由として、住宅地を持っている近隣住民の土地が目減りしたり、また、固定資産税が低くなることを抑えるため、といったことも須田氏は指摘されていました。この問題を説明するのは、財務省理財局が丁寧に司祭すれば可能としつつも、なぜ最初に高く設定して、ゴミの撤去費用でさじ加減したのか、合理的説明ができないだろう、としています。だから、近畿財務局は、交渉記録を破棄したと言っているのかもしれないとのこと。須田氏は、証人喚問で、籠池氏は、
定期借地後にゴミが出てきて、その報告を受けたかと質問を受けました。それに対して、籠池氏は受けていないと。建設業者と設計事務所と弁護士は、近畿財務局に交渉しに行きました。その中で、定期借地契約から買取に代わって、ゴミ撤去費用も積算され、貸担保特約も決まった。籠池氏を除いたところで決められたので、本人はそんなに安くなるんかいなと思ったわけです。彼はからくりを何も知らないのでしょう。売却価格はディスカウントしたとされる1億3400万円ですが、籠池氏はそれとは別にゴミの処理費用を負担しなければならないことになっていたそうで、須田氏曰く、今回の問題では土地売買の事情を何も知らない籠池氏が業者の儲けのために出汁に使われたのではないかと話されていました。だからこそ証人喚問での神風が吹いたという発言につながったのだろうと思います。以下は須田氏のお話ですが、多額の参拝費用を見積もるために最初の土地評価額を高く設定しようと誰かが考えても不思議ではない。一方、国側にしてみれば使い勝手の悪い土地を森友に押し付けることができる。そして建設業者や産廃業者はみんな儲かる。財務省や国土交通省は関係業者らに良い顔をしたかったのかもしれない。ビジネスジャーナルでは記事の最後に、大阪府の私立小学校認可の在り方も問題視されているが、須田氏によれば土地を手放したい財務省側が大阪府にプレッシャーをかけたと考えるのが妥当ではないかと語る。森友問題は国会では今後も追及が続くかもしれないが、このままでは堂々巡りだろう。なぜ問題の土地がその価格に設定されたのか、ゴミの撤去費用はどのように決められたのかといった基本的な部分に立ち返れば、事の本質が見えてくるのではないかという文で結ばれています。そうなると昭恵夫人の関与など全く考える隙間もないということになりますよね。不動産について皆ど素人ゆえ、この問題の本質が見えておらず、だからこそ森友学園問題は今や清掃の具と化している状態なのかもしれません。民間人でもトラブルに巻き込まれる土地問題が改めて複雑なことを知った24日の虎ノ門ニュースでした。以下はビジネスジャーナルの記事を見たネットの反応になります。ネットの反応。逮捕以外の目的で国土交通省の大臣席を総家や辻元清美が欲しがる理由は、参拝とかその辺にもあるわけか。そりゃあお断りのファックスもらったのに神風が吹いちゃったんだから、本人は何のことかわからないだろうさ。これな、ゴミ処理費用の妥当性も気になってるが、最初の価格が妥当かってのなんで誰も突っ込まないんだ。ノイホイの妄想陰謀論が本丸だよな。籠池は会計とかがルーズだっただけ。ぼったくり価格のゴミ地を何も知らずに取得アタック、まさに神風。部落の土地だとしたら全て合点がいくです。それに大阪空港の騒音問題で立ち退き騒動があった沼地ってことが加わる。こういったまともな感情の話はアホパヨがみんなスルーする。まともに反論はしない。同じ話に戻し永久に疑念でとどめようとする。そうすればバカな自分自身とバカな大衆が騙せると思っているからだです。ゴミ撤去したら総額は元の値段にはなるし、転売したとしてもゴミがあるから学園側が撤去しなければいけない。ゴミはそのまま前提で安いって話もなんか変です。過去の経緯ってのがあるから、どんなに立派な法律作っても現実は変えられない。そこは今回のように調整するしかないのよ。まあ大体その通りなんだろうけど、全然報道されないからな。実際の撤去費用は10億超えてて、土地の評価額は高く見積もってる。つまり国有地を安く売ったんじゃなく、森友に高く売りつけたが正解なんだよです。籠池もそんなこと言ってたよな。むしろ高くなってたから口利きなんてないって。
なぜか後から神風がとか言い出したけど。です。安倍首相だったか、財務省より、籠池氏の方が一枚上手だっただけだろって言ってたけど。やっぱり籠池よりも財務省の方が一枚上手だったんだな。空域制限あって、ゴミ埋まってる公有地なんて二束三文だわな。豊中市は、14億で買って交付金が出ただけ。自治体と民間企業、同列に語れないし。一番悪いのは、値引き妥当だと一切報じずに、疑惑のみ煽る NHK と民放キー局。いい加減変更報道でペナルティー食らわせろや。須田氏によれば、土地を手放したい財務省側が、大阪府にプレッシャーをかけたと考えるのが妥当ではないかと語る。手放したい。そう思う。そこに都合よく籠池のおっさんがいた。この須田説が一番しっくりくるんだよな。そうなんだよな。だんだん籠池側が損してるような気がしてきたよな、この件。です。ほとんどそのままにして、学校を建てたから損はしてない。議員、8億円も安くなって、どう思いましたか？籠池、神風が吹いたと思いました。あれな、土地を最初から実売価格表示させとけば、流氷で、周りの地価まで影響する。だから表示は高めに出しておいて、実売で補助金なりで割り引く。この手の土地売る手段としては上等らしいぞ。辻元、偉いとこにて突っ込んだな。ここであの人が、籠池守護霊召喚とかしたら笑うんだけどな。行って委員会でやるかな。また、奥歯に物の挟まった発言だな。やっぱり、同割券のことは書けないか。バックが明らかになると、そもそも、政治家の介入なんて必要なかったというのがよくわかる。です。籠池以外は、ブラック案件ってことで処理しようとしてたのに、そのコネをよく理解してなかった籠池が政治家にお願いしまくっていたという事実。でも、事態が事態だから政治家連中も乗らなかったわけだが、それがマスコミ的には、しらを切る政治家となる不思議。河野池なんかも事情を知っていたんだろうな。財務局は、とにかく抱えてる土地を処分していきたい組織だろ。国有地が、とかいう、感情論は確かにナンセンスだ。この説、根拠はないけどしっくりくるな。松井ははしごかけたのじゃなく、隣の土地が、2000万で取得した安い土地あるで、ってはしごの存在示唆しただけじゃ。三角、肝心なことについて何も理解していない。丸、何も理解していない。つまり、参拝屋たちを儲けさせたいので、参拝費用が高くなるようにし、それに合わせて、土地の値段も高くしたってことか。籠池は、そんな裏事情を知らないから、神風とかトンチンカンなことを言っていると。土地改良じゃなくて、公園を作る補助金だろ。何も理解してないのはスタのバカ。ちょっと最近、俺はこいつ、信用してないんだわ。当初バックに、動画チームの存在を暗に示唆してたくせに、今は全く知らんぷりだろ。見限ったわ。大阪府も、私学の規制緩和の実績も作れるから、さらにトントン拍子に話が加速する。もともと、木造長屋のスラムの場所で、コンクリゴミが出てくるわけがない。どっかの業者が不法投棄していた場所で、業者が、学校建設でまた掘り返してどっかに処分すると二重に儲かる仕組みだな。籠池から8億引っ張れるんだから。籠池はうまく利用されただけなのかもな。これ実は格安ではなく国側グッジョブ案件なんだよね。野党もメディアも全て前提で格安払い下げで語るからおかしくなる。しかも価格を公表しなかったのは近隣住宅地の方が風評被害受けないようにする配慮からだし。どんなにゴミみたいな土地でも、タダでやるよ、ができないからね、国は。よろしければ、評価クリック、コメント、チャンネル登録をお願いします。